レッスン第1回目の舞台は太平洋クラブ軽井沢リゾート。浅間コースと白樺コースからなる丘陵36ホールはどちらのコースも戦略性に富み、プレイヤーを飽きさせません。2人乗りのセルフカートはフェアウェイ乗り入れが可能。来春にはクラブハウス、そしてホテルもリニューアルオープンの予定。ますます訪れるプレイヤーを魅了します。誰もが気持ちよく飛ばしたいと切望するドライバーショットのレッスン。専門コーチとして指導に当たるのは、現在 PGA インストラクターとして活躍するジミー常住プロ。皆さんこんにちは。こんにちは。先ほど春先生から座学を受けたと思いますが、はい、飛ばすためには飛ばせる体を作らなければいけません、はい、ということでしたよね、はいはい、なので今回はこのようなものを用意しました。え、はいはい、このようなものですね。何ですかそれ。これで皆さんの体を飛ばせる方向に、飛ばせるようにしていきたいと思います。これも同じですか、はい、そう、これは代用品としてホースでもできますよという形ですね、はい、ホースでもできる。ホースでもできます、ゴルフはですね、はい、軸を中心とした円運動をするスポーツなんですけれども、はい、この軸が皆さん歪んでしまうと、はい、ボールに当てる再現性が低下してしまいます、はい、なのでこれを左右対称に振っていくことによって、はい、姿勢が良くなる、また軸が整うと考えてください。まずですね、これゴルフグリップでいいので、はい、持っていただいてこう左右対称に振っていきます、はい、そう、当たらない程度に広がってくださいね。でもっと体を捻転させることを考えてください。結構疲れますねこれ。結構疲れるんですよ。結構一回休憩しますか。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。そう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 、いい笑顔、いい笑顔ですね笑顔でいっちゃいましょう。疲れる、はい、これパーン叩くイメージで。そうですそうです。もっと楽に。今私あそこの200のボードを見ながら、はい、あそこ目指して、はい、ゴルフのスイングを良くするためにはまずリズム、スイングのリズムとテンポを良くしなければならないですね、はい、なのでこれでゴルフスイングをしてスイングのリズムとテンポを合わせていきましょう。ゴルフのように構えスイングをしていきます。ビュン、そう、ビュンって音が鳴るように振りましょうね。ここがキーポイントです。音が鳴るように、音が鳴るように振ります。ビュン、そう。じゃあ皆さんここでスイングとは、スイングとは、はい、何でしょうか。振ることである。振ることでありますね。ボール当てるのではないですよね。おお、確かに、ね、なるほど、はい、だからスイングはボール当てるんじゃないですからね。皆さん振るんですかね。こうやって振ること、ビュン、振ることが重要です。なるほど、はい、待ってた。おお、華麗なるスイングに。そう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 、グーです。いつも通り、いつも通りです。おいいですか。今度ここに向かって振っていきましょう、はい、これ思いっきり叩くイメージ、うん、ナイスもっと思いっきり振っていいです。球飛ばしたいです。飛ばしたいです。飛ばしたいですよね。思いっきり叩いた方がいいです。これ思いっきり叩くぐらいでいいです。そう、持っていきましょう。これをやることによって、はい、スイングのリズムとタイミングが安定するじゃないですか、はい、いつも同じタイミングで振れる。クラブだといつもバラバラになってしまいますよ、ええ、スイングにはこのタイミングがすごい重要なので、はい、いい練習になると思います。わかりました、はい、これぐらい準備運動するとどう変わるか、はい、これから実践に行きたいと思います。